小さなバブルヘッド、ボブルヘッドとは、頭と胴がバネでつながった頭が揺れるフィギュアのことであり、車のダッシュボードに乗せて楽しむほか、屋外展示物として使用されることが多い。その他の表現として、バビングヘッドや、ノダーなどがある。日本語では、バブルヘッドや、ボブルヘッド、ボビングヘッド、首振り人形と呼ばれる。以下では、バブルヘッドとして記述する。バブルヘッドの発祥は、 はっきりしていないが、最初に人気になったのは1960年初期のアメリカである。その頃、アメリカでは、プロスポーツの人気が高まり、様々なグッズが制作され始めた。バブルヘッドもその一つとなり、メジャーリーグやアメリカンフットボールの商品が作られた。各球団のマスコットやスター選手のバブルヘッドは特に、若者の人気となり、ブームは1972年まで続いた。 その間スポーツだけでなく、政治家やカートゥーンのキャラクター、アドバタイジングキャラクターなども販売された。当時のバブルヘッドの素材は、ペーパーマッシュと呼ばれるもので、紙と接着剤を混ぜて作ったものからできていた。それらは、レゴジャパン社など、多くは日本で作られていた。しかし1972年、日本でペーパーマッシュによるバブルヘッドの生産が終了すると、 急速にバブルヘッドの人気は衰えた。1970から80年代は代替品としてプラスチックによって作られたが品質はあまり好ましくなく1960年代ほどのブームは起こらなかった。その後徐々に品質は改善されていき再び人気が再燃したのは1990年代になってからだった。メジャーリーグの球団がファンサービスの一環として バブルヘッド配布デーを始めた。これは野球観戦に来た人に選手やマスコットなどのバブルヘッドを無料で配布するものである。それと同時にいくつかの企業が独自にバブルヘッドの販売を始めた。これにより多くのアメリカ人にバブルヘッドが認知され人気は定着した。ありがとうございます。